ama kogut. Boku no koe kimi todoke yo. La 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 sa uta.観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課ほか各社の提供でお送りします。2015年1月7日水曜日、時刻は9時になりました。観光情報番組読谷ラジオ523回目の放送、ナビゲーターの正也でございます。今日は七草がゆという、ね、日になってますけども、昨日は召喚迎えてますね。召喚の日をもって寒の入り、寒中見舞いが出されるということでございますけども、召喚の日から節分までが、寒のうち、まあ、寒中見舞いを、まあ、出される時期となってます。約1ヶ月間厳しい寒さが続くと言われておりますけどもね、体調管理皆さんいかがでしょうか。私の周り FM メタルのスタッフは全員と言っていいほど体調崩してます気をつけましょうね皆さん。そんな1月7日、まあ、七草とはまた別に爪切りの日だそうですよ。新年になって初めて爪を切る日と言われてるそうです。七草を浸した水に爪をつけ、柔らかくして爪を切るとその年は風邪をひかないと言われてるそうです。風邪をひいてる人はどうなるんでしょうかね実はこの番組もそれと似ている番組となってますよ。沖縄に旅行に来てラジオのチャンネルを 78.6MHz に合わせ聞くことで、あなたのその沖縄の旅行がさらに楽しくなると言われてますね。爪切りの人似てますね。沖縄県内初、365日毎朝9時より生放送、観光情報番組読谷ラジオでございます。この番組、観光で沖縄にいらした方、そして地元沖縄県民の皆さんに、ここ沖縄県読谷村の情報をお届けする番組となっております。ガイドブックに載っている情報はもちろん、ガイドブックに載っていない情報も一緒にお届けしていきます。本当にね、これこそディープでコアな情報をゲットできますので、しかも毎日ですよ。はい、年末年始休まず放送しております。この後の番組の流れをご紹介しましょう。この後、まあ、どんよりしている天気ではございますけども、気分のいいドライビングナンバーをおかけして天気情報を皆様にお伝えします。で、 CM を挟みまして、コーナー読谷なんでも調査団お届けしていきますけども、今日は、雨が降っていても曇っていても楽しめる場所のご紹介をしていこうと思っております。詳しくはこの後コーナーでお届けしますので、楽しみにしていてください。そして今日から毎週水曜日は
新コーナーが入りますのでね、初めて来たのに懐かしく感じる見たことのない沖縄読谷の色を見に行こうというね新コーナーをお届けしていきますよ。こちらは9時30分 CM 宛てにお届けしていきますので楽しみにしていてください。その他読谷村で行われるイベントの情報、この番組でしか聞けない情報を盛りだくさんでお届けしていきますので最後までお付き合いよろしくお願いします。本日のナビゲーターはマサヤでございます。あなた何するの？男にはな、やらないといけない時があるんだ。やめて。あなた何をするつもりなの？これをすることでお前の楽しさがもっと広がるかもしれない。観光情報番組読谷ラジオのチャンネルを合わすだてだ。あなた、あなたと信じて。さあ本日の観光情報番組1月7日ドライビングナンバー、この曲懐かしめのドライビングナンバーです。ラ・ブーシュ Be My Lover。
Be My Lover ハウスミックスでお届けしましたよ。アルバムスイートドリームから生まれた最大のヒット曲でございます。聞いたことあるよという方も多いと思いますけども、こういうどんよりした日にはこういうノリノリなナンバーどうでしたでしょうか。安全運転でよろしくお願いします。時刻は9時11分になろうとしております。ここで天気予報をお伝えしましょうね。まずは天気概要からです。沖縄本島地方の沿岸の海域は波が高く、7日昼前からうねりを伴いしける見込みです。海上や海岸付近では高波に注意してください。沖縄本島地方と先島諸島は大陸の高気圧の張り出しに伴う寒気の影響で曇っており、小雨が降っているところがありますが、大東島地方はおおむね晴れます。7日は寒気の影響で沖縄本島地方と先島諸島は曇るでしょう。沖縄本島地方の沿岸の海域は波が高く、沖縄本島地方と先島諸島では7日昼前からうねりを伴いしている見込みです。海上や海岸付近では高波に注意してください。本日の天気、北の風やや強く曇り、波の高さ3メートルのち4メートル、うねりを伴うと出ております。本日の日中の最高気温19度、今日の降水確率 10% から 20% となっています。しかし8日明日晴れマークが、出てますけどもね、ただ気温がぐっと下がり、明日の最低気温16度、最高気温が16度だね、最低気温が13度となってます。向こう1週間の天気を見てみると、曇りのち晴れという予報が続いております。成人式まではこういうね、はっきりしない天気が続くと思いますので、体調管理にご注意ください。さあ召喚、昨日迎えている、寒の入りなんですけども、本当に本格的に寒くなる、時期でございます。沖縄ではね、ムーチービーサと、言われる、時期も、今後来ますけども、本当にこの旧暦というのは非常に当たりますよね。我々のこの生活の中でのこの、一部になっている部分で、やっぱ先人たちが、気づいたというんですか、これは、ものというのは非常にありがたいですよね。それを時期に動くという、沖縄は特に旧暦で動く文化がありますのでね、こういう、カレンダーを朝起きてチェックするっていうのもね沖縄県の、行動と、言ってもいいんじゃないかなと思います。さあ、観光情報番組進めてまいりますけども、今日から始まる新コーナーも、毎週水曜日はあります。 CM を挟みましては読谷何でも調査団お届けしていきますけども、旅行に来て、左右されるのがこの天気でございます。自然のことなので、我々人間がどうすることもできない天気でございますけども、しかし大丈夫、こういう天気でも楽しめると言いますでしょうか、いろんな風景を見れる場所のご紹介をしていこうと思っておりますので、楽しみにしていてください。そして皆さんからのメッセージもお待ちしておりますよ。メールアドレスがすべて小文字 fm786@fmyomitan.co.jp、すべて小文字 fm786@fmyomitan.co.jp となっておりますよ。皆さんチェックしてみてくださいね。そして、フリーペーパーの沖縄ガイドブックという、ガイドブックに、今月号1月から4月号一緒になってるやつに読谷村特集が組まれております。この沖縄ガイドブックのページに読谷ぐるぐる読谷マップというものが載ってます。でその隣に FM 読谷の、記事も載ってますので、ぜひ沖縄ガイドブック手に入れてくださいね。ということで一旦 CM です。
おばあ、なんかよ、ラジオで読谷村の話をしてるラジオがあるって聞いてるけど、あんたわかるね？あは、9時からやってる？毎日な。大変だね。でも読谷村の情報が聞けるんだったら、おじいも一緒におばあと聞こうかね。なんて？観光情報番組を見たんですよっていうの？あいやな、これは聞いてみる価値があるかもね、おばあ。おがりしりやび。読みたん、なんでも調査団。観光情報番組読谷ラジオをお送りしております。本日の放送も読谷村高志穂にございます大天王国紫村サテライトスタジオから生放送でお送りしてますよ。365日毎朝9時生放送でお送りしている観光情報番組読谷ラジオでございます。さあ、この時間からはコーナー読谷何でも調査団お届けしていきますよ。どこにでもある、でもそこにしかない読谷ラジオから始まる発展と触れ合い、あなたの知ってよかったの枠を広げる読谷何でも調査団でございます。今日はもう先ほどから言ってるように、旅行に来て左右されるのが天気。しかし自然のことなので、我々人間がどうすることもできない。ああ、せっかく沖縄旅行に来たのにと思う方も多いと思います。しかし大丈夫しかし大丈夫、ここ読谷村では、雨が降っても曇りになっても楽しめる場所がございますよ。そういう情報を皆様にお届けします。これこそコアな情報、本日はお届けしようと思っております。今日は読谷村の中心、読谷村役場の情報をお届けしていこうと思っております。詳しくはこちらお聞きください。私は今読谷村役場に来てます。読谷村役場、お話をこの方から聞いていこうと思います。自己紹介お願いします。読谷村役場総務課の山城と申します。はい、山城拓也さん、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。山城さん、今読谷村役場に来てるんですけど、今我々がいる場所、ここ何ですか、どこですか？これ、ここは役場の最上階にあります展望塔というところですね。かなり見晴らしがいい場所になってるんですけど、ここっていうのはなかなか知らない人って多いんじゃないですか？そうですね、役場のまあ一番上にありますので、なかなか知られてはいないんですけども、誰でも自由に入ることができる場所であります。本当に、まあ、四方とまでは言わないんですけども、ガラス張りになってて、その一番上の部屋から読谷村が一望できると言っても過言ではない風景が広がってるんですけども、山城さん、ちなみにどこまでこの風景というのは確認できるんですか、ここから？そうですね、北側ですと嘉手納基地まで、一望できるような形になってますね。で、西側には海も見えますので、沈みゆく太陽が見えたり、またですね、広々と広がっております畑も一望できるような形になっていますね。そして東側の方には、ザキミ城址も見えまして、でその役場の近くにはですね、中日ドラゴンズがキャンプしている、平和の森球場、それからサッカーのサガン鳥栖がキャンプしております、村の陸上競技場も見えますね。なんか見てるだけで、なんだろう、違う別の世界に来た感じの風景が広がってるんですけども、役場に来た方がこの場所に来るっていうのは何か許可が必要なんですか？いえ、どなたでも、まあ、役場が空いてる時間でしたら自由に入ることができますので。いいですね。はい、観光で沖縄にいらした方というのが、まあ、どこに行っていいかわからないという方が役場のインフォメーションに訪れて、まあ、いろいろお話を聞く、なんかパターンもあるというふうにお聞きしたんですけど、こういうふうにして役場に来て、まあ、いろいろお話を聞くにあたって読谷村を一望できるこの場所というのは非常におすすめな
場所になってますよね。そうですね、ぜひ読谷村に来た時にはですね、こちらに立ち寄っていただいて読谷村の広さっていうのを体感していただきたいなと思いますね。あの広がるこの風景の中にのどかなサトウキビ畑が広がってたり、ジョギングをされている方で、読谷中学校のグラウンドも目の前に広がって子どもたちの元気な姿も確認できますし、吉野さん本当に素敵な場所ですね。であのベンチもベンチというか椅子も置かれてて、ちょっとカフェチックな感じの展望塔になってるんですけど、吉野さん最後に観光で沖縄にいらした方にぜひ読谷村役場の展望塔で、まあ、読谷村を楽しんでくださいとまだ言わないんですけども、ぜひ来てねというコメントを最後にお願いします。はい、じゃあ読谷村はですね、大変、緑豊かな場所でもございますので、ぜひですねこちら展望塔に立ち寄ってですね読谷村を一望していただいて、読谷村の、まあ、旅行の始まりといいますか、にでもですね来てですね、まずは見ていただきたいなと思います。ありがとうございました。はい、ということで読谷村役場総務課山城拓也さんからお話を聞きました。ありがとうございます。ありがとうございます。今皆さんに聞いていただいたのは読谷村役場の、上にございます展望塔の紹介でございました。地元のね、まあ、読谷村出身の方でもへえそういう場所があったんだと知らない方も多いこの展望塔ね、誰でも自由に入ることができるということでございますよ。私も何度か訪れたことがあるんですけども、本当にこの場所というのは見晴らしがいい。読谷村飛行場跡地に立っている読谷村役場の上から見る、その風景というのは山城さんからもありましたように嘉手納飛行場も一望でき、この読谷村の、ね自然を見ることもできる。で天気がいい日には夕日が沈むのも綺麗に見れる場所になってます。で山城さんが、ねこのインタビューの中でおっしゃってました、東の方には野球場がありまして、毎年2月にスポーツキャンプを、まあ、入れている読谷村平和の森球場という野球場があるんですけども、その野球場で中日ドラゴンズの2軍キャンプが行われますよ。でこの野球場のすぐ隣にはまた陸上競技場がありましてね、サガン鳥栖 J1 のサガン鳥栖のまあ、キャンプの場所にもなっております、2月から本当に、スポーツキャンプ、まあ、受け入れ体制沖縄県すごく動くと思いますけども、ここ読谷村でも本当にねいろんなそのスポーツの方々が訪れる時期になっておりますので、まあ、野球サッカーのみならず、日本女子ソフトボールのメンバー、そして陸上、その他スポーツの大会、全国大会というのもここ読谷村で行われるということで、まあ、年明けから読谷村はね休む間もなく忙しくなる場所、いろんな有名選手がいろんな場所で出会える確率が非常に高くなる村でございますよ。皆さんぜひ読谷村役場、展望台登りながらそのキャンプシーズンに合わせてね沖縄に行って読谷村からスタートというのもね非常におすすめでございますよ皆さん。ということで本日お届けした読谷何でも調査だね、それこそコアな情報として皆様にお届けしました読谷村役場上にございます展望塔のご紹介でございました。後ろで流れているのは FM 読谷のテーマソングを収録したコンピレーション CD アルバムの中から今日はこの曲お届けしましょうね。ラジオで GO プラスチャブロックマックが歌う78ローナイト。Yeah. 七点抜刀
八郎とミッドナイト。一人一人の夜がある、そしてまた一人一人の朝が来るってことは、それぞれ夢見ていいんじゃないかなって思いますけど。オカマバーを経営しているアキナです。私のお客さん、酒を飲むと泣いてしまう人が多くて、でもそんな時に私紹介するの、観光情報番組読谷ラジオを聞いてねって。するとね、お客さんは帰り際みんな笑顔になるの。あなたも観光情報番組読谷ラジオ聞くのよ。オカマのアキナでした。読谷村観光協会プレゼンツ、初めて来たのに懐かしく感じる、見たことのない沖縄読谷、観光協会ふれあい読谷の旅。
さあ今日から始まる新コーナー、読谷村観光協会プレゼンツ、初めて来たのに懐かしく感じる見たことのない沖縄読谷の色を見に行こう。このコーナーは一般社団法人読谷村観光協会の提供でお送りします。さあこのコーナー、まあ短いコーナーとなりますけども、今日から始まる新コーナー、記念すべき第1回目、観光協会のスタッフこの方が入っております。早速お声を頂戴したいと思います。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。お名前お願いします。はい、読谷村観光協会の中峰しおりと申します。よろしくお願いいたしますはい、読谷村観光協会スタッフ中峰しおりさんです。今日から始まる新コーナー、観光協会プレゼンツ、よろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、ということで、どういうコーナーなのか、ちょっと中身をさらっと説明していこうと思っております。もちろん読谷の情報を皆さんにお届けするのはもちろんなんですけども、まあ、コーナーということで、読谷村観光協会のスタッフがしか答えられない情報というのをね、このコーナーで持っていこうと思っているので、で、このラジオを聞いている人に、この観光協会の、まあ、コーナーに対する質問、今後募集していきます。その質問に対して、スタッフの中峰しおりさん、そしてもう一人の、スタッフ比嘉さんがその質問に答えていくというコーナーになってます。で、実はこういうコーナーをするよと年末に、私の周りに伝えてたところ、なんとメッセージが来てるので、早速これを紹介していきたいんですけども、まずメッセージを紹介する前に、今日は担当第1回目、記念すべきがしおりちゃんなので、しおりん、あ、しおりんにしましょうねはい、よろしくお願いします、はい、しおりんなので、はい、じゃあしおりんが教えるですね、読谷村の情報ということで、このタイトルコールいきます。しおりに聞いて、しおりに聞いてのコーナーでございます。ラジオネームエレザベスさんからいただいております。ありがとうございます。今日から始まる新コーナー、ぜひ教えていただきたくメッセージをしましたという、ラジオネームエレザベス、すごいね、エレザベスから来るよ、エレザベスさん、はい、質問1、質問1って1しかないんだけど、ね、沖縄県内で一番綺麗に夕日が見れる場所がここ読谷村と聞いています。そこで観光協会の皆さんに質問、はい、読谷村内で一番綺麗に夕日が見れる場所を教えてください。ラジオネームエレザベスさんからいただきました。しおりに聞いて、はい、はい、ありがとうございます。夕日ですね、もうどこでもすごく綺麗に見えるんですが、はい、私個人のおすすめとしては、はい、観光協会のしおりがおすすめするのは残波岬でございます。おー、出ました、残波岬。残波岬から見るこの夕日が一番綺麗だと。そうですね、灯台灯の後ろに映る夕日はすごく心に残る、あら、映像あ、風景が広がると。そうですね、はい、なるほど。ちなみに残波岬というのは本当に名所になっている場所にもね、なっている場所ですからね、はい、しおりさんも実際にここで夕日を見ることがあると。そうですね、一人でぼーっと見て本当か、はい、まあもちろんこの場所以外にも夕日が沈むのを見れる場所があると思うんですけども、はい、エレザベスさん、参考になりましたでしょうか。読谷村内で一番夕日が綺麗に見える場所、しおりちゃんがおすすめするのが残波岬ということで、こういうにして、ちょっと声が裏返ってきましたこういうにして皆さんからの、ね、質問をズバッと綺麗に答えてくれる読谷村観光協会のコーナーを設けておりますので、来週水曜日もぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、ということで、今日から始まる、観光協会プレゼンツ第1号、ゲストに入ったしおりさんから、はい、ラジオを聞いている皆さんに一言お願いします。はい、本日から観光協会が何でもご質問にお答えいたしますので、はい、どしどしどんな質問でも構いませんので、いいですね、うん、はい、お気軽にお寄せください。お待ちしてます。
しおりに聞いてとかね、いいですね。あれは恥ずかしいですね。いやいや、しおりちゃん以外でも、まあ、スタッフの比嘉さんが入った場合はスタッフ比嘉さんのジングルというのもありますので、どなたが入るかは毎週水曜日楽しみにしていてください。このコーナー、読谷村観光協会プレゼンツ、初めて来たのに懐かしく感じる見たことのない沖縄読谷の色を見に行こう。このコーナーは一般社団法人読谷村観光協会の提供でお送りしました。スタッフのしおりちゃんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。ああ、どうなりますでしょうか。注目の結びの大一番です。いよいよ制限時間いっぱいです。両者、坊ちゃんです。食料は相撲取りです。ちゃんこ鍋より大好きな観光情報番組毎日聞いてます。坊ちゃんです。相撲取りです。シワタネマのカナヘレが気にしております。タキシメリもカナヘレのシワタナの切り口モレヘレで。観光情報番組読谷ラジオをお送りしております。時刻は9時39分になっておりますね。もう間もなく9時40分になろうとしております。さあ、ここで読谷村の、ま、情報またお届けしていきましょう。新年にあたり、いろんな店舗で福袋というものが出されておりますね。もういろんな、ものを購入された方ね、見えないからワクワクするというね、この人間の心理をついた福袋、ご購入された方も多いと思いますけども、まあ、いろんなその、お楽しみ袋といいますでしょうか、入っているものが見えないワクワクの袋が出されている中で、読谷村の村のお酒屋さんでもこの福袋が販売されているのをご存知でしょうか。読谷村そべにございます村のお酒屋さん、リカーショップ730、建物もすごく目立つ建物になっているのですぐに分かると思います。向かいには鳥居ステーションという米軍基地もあるのですぐに分かる、村のお酒屋さん、リカーショップ730でございますけれども、なんとこのリカーショップ730で大目玉商品たくさんございますということで、お酒の詰め合わせ福袋を販売しております。これね、税込み1万円で福袋として、福袋というか福箱なんだろうな、段ボールの箱に入れて売ってるんですけども、これ1万以上の価値がある酒が入ってる福袋となってます。例えばワインが、いろんな国のワインが入った福袋、これ12本、税込み1万円だったり、沖縄といえば泡盛、そして焼酎を入れた商品、こちらも1万円で、日本酒で焼酎を入れた商品だったり、こういうお酒の福袋が売られております。商品はなくなり次第終了ということなんでございますけども、まだまだ若干残りがあるということなので、ぜひ皆さん、リカーショップ730でお酒の福袋買われてみてもいいんじゃないでしょうか。いろんな、その国のお酒も並んでおりますのでね、今から新年会迎えるという方、1万以上の価値があるこの
リカーショップ730の商品をゲットしていただきたいと思いますよ。ね、これこそパンフレットには載ってない情報でしょ。そしてこちら、先ほど観光協会ね、新コーナーをお届けしましたけども、この観光協会で読谷村のイメージキャラクター、読谷というですね、豚と芋がイリュージョンした読谷村のキャラクターがいますけども、その読谷の T シャツを読谷村観光協会で販売しております。子供用、大人用、どちらも揃えてますよ。詳しくは、読谷村観光協会事務所までご連絡ください。電話番号が098-958-6494、 読谷村観光協会098-958-6494となっております。ぜひ読谷 T シャツ、ご当地 T シャツ手に入れてください。そして、こちら1月17日ということでイベントが開催されます。読谷村の文化センター大鳥ホールで、あのオペラ歌手岡本さんのコンサートが開かれます。1月17日土曜日、開演が夕方6時30分、あ、失礼しました、あ、そうですね、6時30分となっておりますよ。チケットは読谷村内唯一のローソンローソン、もしくは、FM ターン、FM ターンでもチケット販売しております。オペラ歌手の有名な歌声をここ読谷村で聴けるイベントが1月17日土曜日に読谷村文化センター大鳥ホールで行われますので、皆さんぜひ足をお運びください。 FM ターンでもチケット販売してますので FM ターンにもお問い合わせください。電話番号が 098-958-7860 098-958-7860 となっておりますよ。ね、皆さんぜひオペラで、ね、新春を迎える素敵な、年にしていただきたいと思います。まあ、いろんな情報まだまだありますけども、一旦 CM を挟みまして、お送りしていきましょうね。それでは一旦 CM やいびん。
った。ねえねえ、おじさんが沖縄教えてやで。おいねえねえ、あい逃げていきよったさ。おじさんなんでかな、足かっこいいわなのに、なんでねえねえ、あいあのねえねえが、ねえ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 、あいや逃げていこう。ああどうした方がいいのかな。あいやさ、観光情報番組聞いてからネタもっと仕入れようかね。観光情報番組読みたんラジオ。観光情報番組読谷ラジオをお送りしております。時刻が9時47分になろうとしております。ここでまたいろんな情報を皆様にお届けしましょう。読谷村祖辺にございます流暢自動車商会より新春初売りのお知らせです。今年、まあ、新年を迎えてね、まだ7日しか経ってませんけども、1月5日6日7日今日まで流暢自動車商会では新春初売り特別価格大奉仕中でございますよ。皆さん、全車お年玉価格すべて込み込みぽっきりプライス、3日間だけということなんですけども、今日がその最終日となっております。新春からお車のお買い求めはぜひ流暢自動車商会へ。沖縄に来て沖縄のね、その風土を見ながら、あ気に入った車があった、ぜひ買って帰ろう、ね、そういう感じで見に行かれてもいいんじゃないでしょうか。読谷村祖辺にございます流暢自動車商会、新春初売りやってます、今やってます。皆さん今日まで、これ逃したらもうまた高くなりますよ。消費税も上がるのかな、ね、まあ、延期になってはいるけど、まあ、上がるんでしょうね。その前にぜひお車お買い求めになられてくださいね。さあメッセージ届いております、紹介しましょうね。ありがとうございます。あれちょっとメッセージが消えた、 あったなんと大阪府豊中市からいただきました。はい、お久しぶりです。大阪府豊中市やらさんからいただきましたよ。ありがとうございます。あけましておめでとうございます。まさやさん、あけましておめでとうございます。今年も昨年同様によろしくお願いいたします。まさやさん、お互いに健康に気をつけて頑張っていきましょうね、という大阪府豊中市からやらさんからいただきました。ありがとうございます。はい、本当に大先輩であるやらさんが大阪に住まれていても、読谷村ね、ラジオ、まあ、いろんな番組を聞いてメッセージをくださるというのは非常にありがたいですね。はい、やらさん、ぜひまた今年も沖縄に来た際にはFM タンに遊びに来てください。そして、まあ、個人的な話になるんですけども、やらさん、長寿さん、長生さん、はい、やらの長子場さん、はい、やらさんには、今年もよろしくお願いしますと私も、挨拶回ってますので、はい、今年も、やら一家と仲良くしていこうと思っておりますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。いいですね、コミュニティだからこそつながるっていうね。はい、ありがとうございます。さあ皆さん、世界遺産に登録されている座喜味城跡がここ読谷村にございますけども、この座喜味城跡でなんとライトアップが行われておりますよ。皆さん、これね、もう期間も、まあ、今月までなので、まだ行ってないよという方はぜひ行っていただきたい。今月までとなってますよ、この座喜味城ライトアップ。世界遺産登録されている座喜味城跡ライトアップ、現代のその光が織りなすロマンティックと築城家と言われた御様丸が作り出したロマンが融合する風景が夜にまた映し出される。座喜味城ライトアップ、入場無料、点灯時間が夕方6時から夜の9時の3時間行っております。入場無料となってますのでね、ぜひまだ行ってないよ、今日しか沖縄来てない、じゃあ行ってみようという方、ぜひ行かれてくださいね。これは絶対に行く価値があります。
私も何度も言ってます。絶対に行った方がいいですよ、はい、で今日読谷なんでも調査団でお話をした読谷村役場の上にある展望塔、役場がオープンしている時間は、はい、見ることができる、登ることができるのでぜひ訪れてください。読谷村役場の住所が読谷村ザキミ、読谷村ザキミ2901番地2901番地となっております。皆さんお使いの、車のナビを使って、番地を入れてくださいね。読谷村役場にたどり着けると思いますよ。読谷村ザキミ2901番地となっております。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課他各社の提供でお送りしました。どんよりしてますけども、沖縄県を楽しみつつ、ここ読谷村でお待ちしてます。また後からや。